はいえー、今回はですね、えー、たまたま,まあのデスクトップで作業していましたら、あのー、アップデートマネージャーがー起動しました、そしてアップデートがあるという、あのー、通知ですね、アイコンが、あのー、表示されましたので、それでまあ、あのー、動画でも作ってみようかということになりました。以前にもアップデータの、あのー 動画を作ったと思うんですけれどもまあ今回はどうなるのかちょっとよく分かっておりませんけれどもちょっと開いてみたいと思いますでまあこれはまあクリック左クリックするなり右クリックしたままやるなりまあいろいろやってくださいそれでアップデートマネージャーを表示させてそしてまあ 見るとまあ11個のまあ個のここにも11個って出てますけどもここにも11個と出ていますアップデートのインストールここをまあクリックすればいいわけなんですけれども設定のところはいろいろ設定するところがあってソフトウェアの設定日本のサーバーってなってますけどこれはあ,のあれなんですよね、まあ、サーバーをあの選ぶわけですけれどもその他の これは PPA とかっていう、なんかあの、その独自のあれを入れたりする、アドレスを入れたりするところなんですよね。それで次はアップデート、これはアップデートのこのどうう設定ですね。毎日するのか、それとも 2, 2日後とか、まあ、毎日の方がいいと思いますけれどもね、それとすぐに表示とか。 セキュリティアップデートがあるとき、すぐ表示、まあそう。これでいいとも。これは多分あのデフォルトだったとも、初期値でこういうふうになってるんだったと思います。まあ、あると認証だとか統計情報とか、まあ、いろいろ、多分ありますけれども、まあ、これはこれで閉じて。で、チェック今しましたね。閉じたことによって。で、えっと と、どうしましょうかね。まあ、これであれしましょうか。とりあえず、基本システムのどういうアップデータがあるか。推奨アップデータっていうのと、デビアンですよね。基本システムの歌手ファイルやベースファイルっていうんですね。いろいろありますね。まあ、これらアップデートがあったということで、 まあ私が使っているのは12.04って LTA なんですけれども、もうこれはあの便利でいいですよ。もうあとだいぶ5年ぐらいだったですかね。で、その間、あのー、サポートしてくれるんですからね。こんなありがたいあれはないですよ。まあそんな感じ、Google のあれもありますね。Google、ダ h ウェブブラウザーフロムグーグル。ね。Chrome ですね。スタブルです。えー、っと、そういうことでアップデートをインストールしてみましょう。こぶっつけ本番なんで、あのー、エラーになるかもわかんないですけど、一応やってみましょう。適用しています。Google をやってるんですね、これ。 詳細情報ちょっとクリックしてあれあんまり出ないですねじゃあまあ出ないんだったら出ないでまあ置いときましょうかうんどの程度11だからそんなに時間はかからないと思うんですね前に一番最初に例えば Ubuntu なんかをあのアップデートするときには そうですね、なんか500いくらとかってあったですかね、だいぶかかったような気しましたけれども、でもまあ、これはもう途中でするもんですから、そんなにないと思いますよね。今、もうインストールの準備をしていますっていう感じですからね、もうダウンロードは終わったっていうことですね。で、 それでもやっぱりちょっと時間かかってますかねえどのくらい時間はっておけばよかったですね あそういえば、あの、これ、最適なサーバーを、これ、この OS ではやってないかもわかんないんですよね。あ、終わりましたね。はい。えー、このコンピューターのソフトウェア最新です。パッケージ情報が更新されました。インストールするアップデートありません。ということで、もうこれで終わりですね。まあ、一度、 ここのアップデートをインストールっていうのをクリックして、あとはもうここで閉じて終わりです。本当に簡単になりましたよ。ありがとうございました。これで、あの、アップデートが無事完了しました。ありがとうございます。それでは、あの、動画もこれで終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。失礼します。